和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。今回は夜の雑賀崎を巡るという企画であります。雑賀崎漁港周辺の丘陵部に家々が立ち並ぶ風景は、近年日本のアマルフィと呼ばれているといいます。かつて和歌浦の観光ホテル群は新婚旅行の人気スポットとして栄えていたのであります。ところがであります。宮崎など九州地方にその客を取られ、和歌浦は宿泊客を大きく減らしていったのであります。新たにレジャーを中心とした観光地への変換を試みたのでありますが、人気は白浜や勝浦などに向いてしまい、温泉資源のない和歌浦は一般客にも敬遠されていったといいます。そんな和歌浦雑賀崎でありますが、近年その断崖絶壁に家が張り付いているその姿、イタリアのアマルフィ海岸のようだと注目を集めています。令和4年7月に放送されたテレビ番組世界一受けたい授業では、 AI が判定した世界遺産そっくり度ランキング 0.866 点を獲得し、1位に輝いたといいます。まさに世界遺産そっくり度ナンバーワンであります。その景観は、日本遺産絶景の宝庫和歌の浦を構成する絶景の一つに数えられているといいます。それではごゆっくりお楽しみください。Thank you.
こういうのですね、割と、うん、そうなの。双子島ってどこにあるの？この前に島が2つ、双子島。あ、そうなんや。で、双子島です。これもなかなか立てない。何立てない？え？なんか、その、これもなんかこれ立てない後ろ見てよ。こっからで、こっから見えんねんで。え、それ綺麗やろ。綺麗よ。うん、このアマ、日本のアマルティ。いや、これスマホあのちゃんと撮れるで、夜景モードで撮ったら。夜景モードで撮ったら綺麗だね。
いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。